俺の名前は鳥次郎。俺はかなりの電車好きで、物心つく頃にはいとこのデンタと電車の話ばかりしていた。883系ソニックが最強、ロボットみたい。確かに言えてるね。鳥次郎さ、お前は車掌とか運転士になるのか？どうしよう。写真とかかっこいいから撮ってみたいかも。なるほど、撮り鉄ってやつだな。俺は運転士になる。いつか俺が運転してるところをかっこよく撮ってくれよ。うん。それが俺の将来の夢のきっかけだった。それから時は流れ、俺は大学生になっていた。写真のサークルに入り、同じく電車好きの先輩亀田さんとよく写真を撮りに駅に行っていた。あ、来て来て純粋。あ、いいの撮れたかもです、亀田さん。同じ趣味の持ち主だとさぞ楽しく過ごせると思いきや、こんなこともある。へっ、まだまだだな、迫力が足りないぞ。そんなことないでしょ、亀田さんのだっていつもワンパターンの構図じゃないですか。へ、悔しかったら俺よりいいの撮ってみろよ。その一言が俺に火をつけた。俺は駅からではなく線路ギリギリの田舎道での撮影を試みた。花が邪魔だとは思わなかった。剪定バサミか何かを持ってくればよかった。まあいい、ここなら絶対にいい写真撮れるぜ。そして念願の電車が近づいてきた。お、挨拶かな。はい。しかし電車はベストな撮影位置に来る前に減速し止まってしまった。は？あ、なんで？ムカついた俺は降りてきた運転士に文句を言うことにした。ちょっとちょっと、もうちょっとでベストな位置だったのになんで止まってるんすか。カメラの位置もあれならセーフでしょ。法律上の車両限界や建築限界は犯してないんですから。多少法律などをかじったため電車の車両の大きさの限界範囲などは把握していた。だから俺は何の問題も犯していないと思っていた。しかし運転士は鬼の形相だった。鉄道営業法では鉄道地内に入ったらアウトだ。何考えてんだ。警笛に楽しそうに手振りやがって。あれは注意喚起なんだよ。そこの花もあんたが踏み荒らしたんだろ。ちゃんと許可取ったのか。だとしても電車止めるのはやりすぎでしょう。お前な、こっちとら接触する可能性が少しでも出たら止めなきゃいけねえって。ああ、はいはい、すいません、部の先輩から電話が。もしもし、堀次郎か。亀田がやべえことになったのを聞いたか。亀田さんが、どうしたんすか。撮影中に事故って大怪我らしい。今病院にいるってよ。マジっすか。おい、ガキ、聞いてんのか。乗客は1分1秒は待っとるんだよ。この停車のせいでいろいろ失うやつもいるかもしれねえんで、今から警察呼んで。亀田さんのピンチと聞いた俺はその場からすぐに逃げ病院に向かった。ごめんなさい、用事あるんで行きます。おい、ごろや。病院に行くと右腕に亀田さんは大怪我を負っていた。亀田さん、一体何があったんですか。ちょっと電車に近づきすぎてな、電車と接触しちまったんだよ。さすがに黄色い天地ブロックギリギリはやばすぎて。そんなの運転士の責任じゃないですか。そいつが下手くそな運転で。その時懐かしい声が後ろから聞こえた。ああ、君の言う通りだ。こういう時は運転士の責任、刑罰も与えられるレベルの大事になるんだ。あんたが運転士か。ちゃんと亀田さんに罪を継ぐ。そこには大学に行ってから疎遠になっていたいとこのデンタがいた。デンタ、お前本当に運転士に。ああ、叱ったからにはな、叶えるのが筋だろ。まあそれでもこんなことになったんだけどな。だけどこれだけは言わせてくれ。電車を運転してるとギリギリまで来られたらほとんど見えないこともある。だから正直撮り鉄がいるとヒヤヒヤするんだよ。何かあるんじゃないかって。電車ってのは鉄の塊、簡単に手や腕が吹っ飛ぶレベルだ。写真を撮りたい気持ちはわかるから、できる限り寛大でありたかったけどさ、実害を招いたんじゃもう終わりなんだよ。ちゃんと慰謝料も払うし、しっかり罪を償ってくるからさ。デンタ、一方的に運転士を責めていたことは間違いだったかもしれない。運転士側も迷惑な撮り鉄に振り回された被害者だ。
そんなことが立て続けにあっても、俺は撮ることはやめなかった。ここでやめたら亀田さんに顔向けできねえ。今度はきちんとマナーを守ろう。あ、ここか、穴場スポットは。電車取りしようぜ。最近撮り鉄も増えたな。しかし、人のことも言えないが、撮り鉄の迷惑行為は俺の想像を超えていた。おい、おっさん、そこにいたら写真に写り込むじゃねえか。なんだと？勝手に撮ってるのはそっちじゃないか。それに、そんなところで撮ってたら邪魔だろう。もっと考えなさい。こっちだって写真に魂込めとるんだ。妥協できねえんだよ。いくらなんでも、これはやりすぎだろ。見かねた俺は二人の間に入った。すいませんね。今から俺も一緒に移動しますから。ご迷惑をおかけしました。あ？なんだよあんた。部外者が口出すんじゃねえよ。その時、狭い中立てていた他の撮り鉄の三脚に体が当たり倒してしまった。おいあんた、何人の三脚倒してくれてるんだよ。おいこれ、こっちの話が終わってないぞ。ごめんなさい。あ、でも聞いてください。ここでおとなしく引き下がってもよかった。ただ彼らには俺や亀田さんと同じようなことをしてほしくなかった。でもちゃんとマナーを守らないと、駅員とか運転手とかそういう人の人生に関わる事故が起きるかもなんです。電車が止まれば大切な商談とか病院での仕事とか、そういうお客さんにとって取り返しのつかないことになるかもなんです。なるほどな。よくわかったよ。わかってくれましたか。お前が俺たちの撮影の邪魔をしたいってことがね。撮りたいものを撮ることの何が悪いんだよ。全然わかってない。覚悟しろよ。おい、やめとけ。めっちゃ撮られてる。めっちゃ撮られてる。そのまま俺は意識を失った。意識が戻るとそこは病院で、俺は撮り鉄に軽い怪我を負わされていた。駅内で暴れた俗に言う撮り鉄の学生2名が通行人の通報により逮捕の運びとなりました。 SNS では撮り鉄に対する厳しい意見が。そりゃそうだよな。彼らの SNS アカウントは特定され、かなりのバッシングを受けたためかアカウントは削除されていた。けれども彼らの行動の一部始終の動画はネットで拡散され、結果として撮り鉄のトラブルは減ったとかいう噂もあった。結果オーライか。その日亀田さんがお見舞いに来てくれた。動画見たぜ。災難だったな。最悪ですよ。 SNS 上では撮り鉄アンチが増えましたし。いや、もともと撮り鉄のアンチって多いから、そいつらが盛り上がっただけか。まあそんな奴らほっといてさ、お前これからどうするんだ。どうするって。写真を続けるかどうかだよ。もう無理です。引退ですよ、引退。結局ずっと誰かに迷惑しかかけてないです。今回の件でもより撮り鉄が写真を撮りにくい環境になっちまったし、普通に撮るだけでも罪悪感やべえっす。そっか。でもよ、悪いことばかりじゃねえぜ。え？そう言って亀田さんは俺にスマホを見せてきた。そこには俺の行動を称える人や、そのつながりで俺の写真を褒めてくれる人も爆増していた。お前のことヒーローだったよ。本当の撮り鉄のあるべき姿とか言われてるぞ。それに写真もめっちゃ綺麗じゃねえか。俺にはこれ撮れねえよ。マナーを守っていい写真を極めた、お前にしか撮れない作品だよこれは。そうですね。頑張ってよかった。改めてそう思えた。退院後、俺は再び写真を撮り始めた。マナーの悪い撮り鉄はもちろんゼロにはなっていない。だけど俺はマナーを守って撮り続けることで、少しでも撮り鉄業界が良くなればいいと思ってる。雑誌に写真も載せてもらえたし、もっと頑張らないとな。定年を迎えた今でも俺は写真を続けている。お、やっぱりかっこいいな。この構図最高じゃ。ねえ。ん？どうした？この大きなカメラどうやって使うの？僕もかっこいい写真撮ってみたい。あははは、いいだろう、教えてやる。だけどマナーを守ってな。趣味を持つのはいいことだ。
その趣味の最低限のマナーを守る人が増えること、それが趣味を楽しみやすくなる環境を作っていくのかもしれない。